はですね、第11部ですね、教会論、教会論は、メインテキストでは、こういう項目ですね、4つの章になってますけども、要約版では、3つの章ですね。教会の政治のところに、50章と55章が統合されてますし、36章に、52と54章が統合され、37章に53と54章が統合されてますね。そういう、形になっております。授業も、そういう形で、今日は前半の45分で、教会の性質とかね、メイン適度では教会の一致と教会の性質は、で後半の前半90分ですね、で後半の90分で、教会の役割、ね、と教会の性質、51章の扱いですので、細かく触れていくことはできないのでね、パースペクティブとエッセンスという扱いですけれども、教会論というのはね、非常に重要な、領域といいますかね、テーマとなるというかね、教会論ね。ある面で、公職者ですね、伝道師、牧師の、役割というのは、魂を救いに導いて、教会を立て上げるというね、ことですから、教会論、救済論とともにね、教会論というのは非常に重要なテーマ。で、また、礼拝のメッセージで、救済論的な説教をベースにしつつですね、それだけで非常に個人主義的な、クリスチャンになってしまう可能性があるわけですよね。やはりその個人が集められて、このキリストの体なる教会を形成するというね、その教会観というものをやっぱり確立していかないとですね、教職者自身がなかなかざるで水をすくうようなね、たくさん導くけども、たくさん去っていくというね、ことにもなりかねないわけですよね。これは、一つの参考文献として、日本の福音派というね、ものがありますけども、これ21世紀に向けてと、日本福音の最初の理事長ですけども、バプテスト連合の、リーダーで、バプテスト連合というのはですね、アメリカでバプテストジェネラルカンファランスという、ところから選挙者を送られたんですね。で、バプテストジェネラルカンファランスというのはですね、バプテストジェネラルカンファランスですね、アメリカにおける、元名がアメリカにおけるスウェーデンバプテストなんですよね。ではでスウェーデンからスウェーデン若手が宣教師が来て、スウェーデンの、移民を中心に教会群れができた。だからスウェーデンおけるスウェーデンのバプテストがありましてね、
アメリカに移民が来るんですね。そしてこういうふうにできたバプテスト連盟。もう一つはスウェーデンバプテストから、スウェーデンバプテストが、政令問題ちょっと、大きく割れたんですけども、そこからですね、オレブロミッションね。でそこから、JEC、また、ね、KBI が生まれてきているというね。で、エリクソンはこの、ここのバプテスト・ジェネラル・カンファランスの進学者なんですね。だから、こちらはカリスマ的じゃないんですけども、福音理解とかね、信仰内容なんか、バプテスト、とかれるのを見たら、ね、JC にぴったりのような、ね、そういう KBI にも十分使えるようなね、そういう、内容ですね。だから、非常に、KBI というのはですね、そういう面では、変にカリスマ的な形でありますけども、非常にこう中間派、ね、神学的にはね、いろんな、あるでね、中間派に位置するところがあるなと思いますね。で、この中に書いてあることですけども、多くの福音派の教会は戦後、宣教団で始められたところも多いわけですけども、新しい教派は、その人と人づくりに追われて300、400人程度で終わっている、教派なんですけども、成長しきれない苦悩を味わうようになりました。最初はですね、あたかもマラソン競争のように全員が一丸となって走っているが、中盤になるといくつかの集団に分かれ始める、そしてそれぞれ実力が発揮されるとき、また問題が明らかになるときでもあるというね、その戦後ね、戦後の日本のキリスト教会の歴史の歩みをね、こう見られてですね、最初はどっこも仕組み伝道するわけですけども、だんだん時間が経つにつれてね、いくつかの集団にマラソンのように分かれていくようにね、こう伸びる力のある群れと、成長しきれない苦悩を味わう教会なんですね。で、で非常にその中では非常に伝道的な教派もありますし、ね、非常にこう単純な国民の真理を明確に信じ、積極的に明るい精神で述べ伝えますね。ページ、23、24、ね、で第2は教会的な働きである、同じ福音派でもですね、福音を述べ伝えることのみに熱心なグループはあまり伸びずですね、伝道的でありつつ、同時に牧会的指導と教会的訓練に行き届いた教派は大きく成長している。要するに、財産を作る秘訣はですね、多く稼いで多く残すことで、多くの人を救いに導いても育つ人が少ないときには教会は成長しない。で、ここでですね、非常に、ポイントとして挙げられているのはですね、この宣教には熱心であってもですね、教会観が曖昧であった場合はですね、成長しきれてないというね、そういう指摘があるんですね。だから教会論ね、あるいは教会観ね、これは非常に重要なね、伝道熱心だけでは人は集まるんだけども、入れ替わりが多くてね、こう救われた人を育てる前にいたら力が欠けている場合がね、非常に苦労するということですね。で、戦後こういろんなグループが伝道しているわけですけども、順調に発展している教派の特徴はですね、それはですね、この開拓伝道、ね、
まあ、伝道を次々ね展開していく、ねそしてですね、伝道するだけではなしにですね、この教会形成ね、救われた魂を育ててですね、教会としてこうね形成していく力があるね。そしてまあ面白い要素としてですね、神学教育、ね、二年神学、ね、この3つがですね一つに溶け合い有機的に行われているまああの教派はですね非常に順調に、まあ、成長していると、ね、で要するに、まあ、神学教育というのはですね要するに非常にバランスの取れた、人作りなんですよね。人は城であり、伝道は人によって、良い指導者と優れた人材に恵まれている教団は目覚ましく発展している、ね、要するに、どういうか教会形成もですね救われた魂を育てるということが重要ですし、その育てる人を育てるのが神学教育ということですよね。だからこのリーダーがやっぱ育ってないと、まあわーっと人を集めるのが上手で一時的に集まってるに見えてもやっぱりこうまだ散っていくわけですよね。だからそういう面でですね、この教育はですね速攻を期待することはできない、ね、インスタントラーメンのように作ろうできない。しかし発展のためには最も重要な要素である人を育てる教会は成長し、指導者を養成する教派は発展する。だからまあこう私たちのまあ関連するものの KPI があるということもね非常に重要な要素なんですよね。でこれはどう言いますか、開拓し教会形成して、で次の教職者をまたねに継承していくという部分もないとですね、どういうかその牧師が倒れたらもう群れが散ってしまうわけですよね。そしてまあどういうか、その教会を継承するにあたってですね、まあ福音理解とかこのまあそういう部分でですね、連続性のようなものがないとですね、優れた指導者が来てもですね、割と混乱が起きるんです。だからこの初代の牧師とですね、次の牧師、三代目の牧師と移り変わっていくときにね、をスムーズにですね、より良い形で継承に成功している教派は成長するわけなんですよね。しかしいろんな神学校を卒業してどういうか連続性がなくて、牧師が変わるごとにねガラッと変わったり、合わんからで 2,3 年でまた交代させたりとかね、成長一時的にこう成長している教会でもそういうことを経験するとガタガタになってしまうことがあるわけですね。まあ、そういう面でこういう、三つ寄りの糸といったね、伝道、教会形成、神学教育ってね、非常に大事な要素なんですね。まあそういうことがこのページ、これのね、25ページね。だから、まあ非常にまあ戦後のね、こう、教派を超えていろんな団体のね、特徴というか、また歩みというものがね、こう、適切にね、的確にまとめられているという点でね、この本は非常に参考になりますね。まあそういう意味でですね、まあ今日はですね、教会のねいうことをまあ要点的にですね、少し見ていきたいと思いますね。
それでですね、一番まあ最初にですね、大切なのはこの、教会ね。教会とは一体何なのか、ね。まあ、いろんなですね、こう研究がなされてですね、まあ、方向としてはですね、教会ね、教会と、まあ、教会と、まあ、こう書きますけども、ね、一つの方向性としては、まあ水平的な方向性でね、まあ、じゃあこの社会の中で教会というのはどういう役割があるんだろうとか、どういう影響があるんだろうとか、まあ、そういうこうこの、まあ、社会科学的なね、まあ、方面からこう教会を研究するという方法があるのとですね、でもう一つはですね、まあ垂直軸というかね、垂直的に、ね、これはまあ聖書というかね、の、まあ、経典に出して、まあ、神学的にというかね、神学的、側面ですね。から、見ていく見方と、あるという感じで、それで、正当的、ね、神学、ね、ベースの考え
しかしですね、このアメリカではですね、あらゆるものがそうなんですけど、非常にプラグマティズムというかね、実用主義ですね。要するに結果から考えていくというね、そういう考え方なんですね。要するにこの、まあ、教会というものをもっと水平的に考えてね、要するにまあちょうど企業が、まあ、2つの企業がある地域に進出する、ある企業は大成功してね、こう莫大な利益を、もう一つの企業はまあ言ったら赤字抱えて倒産するんですね。でそういう、まあ、企業の、まあ、市場調査からまあ言ったらこの、まあ、商業的な戦略を生み出すということがね、アメリカではものすごく発展しているわけですよね。非常にまあここでは実用主義的でね、この方法論がね、方法論が非常にこう重要されますね。方法論ね、それからまあデータ分析ね、データ分析からまあ方法論を形成するというやり方ですね。だからいろんなですね、まあ、教会成長でもですね、いろんなタイプの教会の成長している教会を調べてですね、原則を見出して、それをですね、応用しなさいというふうにこうして、まあ、プランの選挙学部の中のやり方はですね、データ分析と方法論の提示というね、まあ、こういうやり方ですね。まあ、非常にまあこの水平的なんですよね。でそれなりにまあそのいい面もあるんですけども、どちらかというとですね、こちらのまあこの垂直的な思考というものが非常にまあまあ空洞化している時代であるんですね、アメリカですね。そのあたりは現代という院主義進学層、まあ、去年までちょっと授業でありましたけども、また時間が取れればね、まあ、来年2、3年でこのテキストを使おうと思いますけども、要するにこのこちらの意識が希薄になっている。日本でもですね、非常にまあうちの団体なんかでもね、このまあ20世紀のね、まあ90年80年代の後半ぐらいまでは、どっちか言ったら最初はまあ、記者の表記が読まれたね、十字架と聖霊で、途中から聖霊の満たしとかバプテスマとかね、そういうこう聖書と書いてあること、ね、福音理解、そしてその福音を信じるだけじゃなくて、福音をどう生きるかというね、そういうこうことが非常にこう語られた時代でしたけど、ある時からね、まあ教会成長論なんかの影響もあると思うんですけど、非常にこうセミナーとか集会とかね、教職者のセミナーに方法論がものすごくなったんですね。まあ悪いことじゃないんですよ。セルグループとか小牧者とかいろいろですね、もうあるいはだいぶこの方法がね、どん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 こうムーブメントで入ってきてね、でどっちかというとこうそういう傾向が強いし、まあそれでまあそれなりのまあいい結果もね、出てるところがあると思うんですけども、どちらにしてもまあこのバランスですよね。そしてこちらがまあ言ったら少し注目を集めなくなっている、ね、私なんかはこう組織進学を教えているものとしてね、やはりこう私たちの群れの、まあ、委員理解というものはどういうものなのかとかね、そういうこうでも教会館でもね、ある先生がね、まあ、いろんなこうそういうセミナーを学んでいてね、今までの教会館は古いとかいうような形で話されてね、これからはこうだとね、こういう前いたらこうセルグループ使うなとか答えて言われてもね、私たちはなんかこう それでいいのかなと思うわけなんですよね。やはり私たちの第一義的な発想はやはりこうね、垂直的である、ね、神の御言葉から聖書がこう提示しているこの教会とは何かというものに根ざしつつ、前いたらこう前いつもの言い方で言えば、こちらが本体でね、こちらを豊かに理解しながら、この前の方法論的なものを必要に応じてね、まあ利用していくというね、
周辺的な扱いといいますか、あるいはおまけ的な位置というね、そういうこうあれでなく、こちらをなんか否定的に見てね、これまでと違う新しい教会のあり方というふうに定義していくとですね、まあ信徒の人も非常にびっくりすると思うんですよね。だからムーブメント、新しいムーブメントというのはですね、方法論とかね、そういうものを導入するのは非常に気をつけないといけないです、ね、祝福になることもありますけども、まあ混乱を招くことも結構ね、これまでのケース見たら多いと思いますので、ね、まあそういうことで、まあ、聖書においてですね、教会ね、まあ、クリスチャン生活には個人的側面と集合的側面がある、ね、で、教会という言葉の、ね、基本的な、まあ、語尾ですよね、旧約では、まあ、カハールという言葉が新約ではエクレシア、ね、この辺の、まあ言語からの意味ですね、語尾なんかもよくですね研究していかれたらね、一つ、まあ、非常にいいですね、集会へに集会に集まるとね、召集されるという意味があるんですね、カハーね。でまあ教会ということでですね、2つの意味があるね、普遍的な教会ね、歴史を超えね、空間を超えてね、そしてまあ地上と天国のクリスチャン全部合わせた普遍的な教会ね、の側面とですね、もう一つは地理上のまあ地方教一つ一つの教会っていう意味もあるね。でまあ、エリクソンが最初に取り上げているのはですね、まあ、数えきれないほどの教派が、ね、地上にはあってですね、そして、まあ、それが、まあ、一つの課題でもあるわけですよね。で、まあ、一致についての、まあ、考え方を、まあ、整備しているということですね、で霊的一致というのは、まあまあ、霊的にですね、イエス様を信じているものは、まあ、教派とか教会とかがバラバラであっても、霊的には一つですよね、キリストにあってね。いろんな、まあ、教会がですね、こうあるわけですけども。まあ、A 教派、B 教派、C 教派、D 教派、ね、いろいろ教会あってもね、霊的にはね、霊的には一つであるね、御霊がそこにいらっしゃるんですね、霊的一致ね。でまあまあ、プロテスタントの福音派だけにして考えて言えばですね、例えばこのその中でね、長教派の集会とかね、伝道とかそんなんでこの一つの活動をしていくというのは、まあ、どちらかといえば相互の認知と交わりというね、レベルの、まあ、一致であると思いますね。でさらに、会議における一致というのは、まあ、福音同盟とかね、あるいは、リオラル同盟とかね、まあ、こういう形で、まあ、教派を超えた、しかし、まあ、組織的な一致の部分があると
そして、組織的有機的一致というのは、まあ、まあ、あの教派的な一致ですね。教派的一致、まあ、これは、まあ、大体、まあ、教理的なね、福音理解において、まあ、まあ、共通理解があるという形ですね。大体まあそういう形でのだから、エリクソンもそうだと思いますけども、この R.B. カイパーね、この聖書の教会観、
教派の教理的な一特徴がこうであるとかね、そういうのは分かるわけですけども、ビンヤードの場合はですね、こう、車というよりもですね、ロケットエンジンを積んだヘリコプターのようなものだというね、こういう書き方をするんですね。だからこの、その教派理解というのもね、従来の形で当てはまらない。ね、まあ、その、そんでまあ、この本の中ではね、チャック・スミスとジョン・インバーなどの比較のように書いてありまして、非常にまあ興味深いあれですね。で、まあ、英語を読んでる人はまたね、その辺またコピーとって読まれたら面白いと思うんですけども、どちらにしてもね、今のは一つの傾向としてね、そういう群れとしてのです、こういう福音理解による一致を掘り下げて、こうね、なんかこう、どう言いますか、交わりを深めていこうというよりもですね、まあ、実用主義的な何かこうセミナーやあれに流れてですね、こういろんな教派から一つの方法論でこう交わりを深めてね、例えば小牧師会のセミナーとかセルグロセミナーとかね、いろんな教派が来るわけです。そこでのまた親睦を深めて、そういう教職者同士の交わりみたいな感じで、何かこうその教派となるんだけども、まだその教派を超えたね、まあこういうまあ福音理解で一つのまあ教派があると。しかし、一つの方法論で、こういうまた教派を超えた交わり体みたいなのを形成して励まし合おうというね、刺激し合おうという、まあそういう、なんかちょっと複雑な要素をね、示してきているなという感じがしますね。で、ただまあ私が思うのはそういうですね、この私たちが継承してきた福音理解にをしっかりこう耕しつつね、そこにしっかり根ざしつつ、そのまあ言ったらこの教派を超えた方法論での交わりをまあ親睦を深めるのはこれいいと思うんですけども、どちらかというとそういうようなものはもう古いんだという感じでね、なんかこう飛び出してしまうような傾向ですよね。そしてなんかちょっとこうこのバラバラになっていくようなね、傾向がちょっとあるなというのがちょっと、まあ、懸念の材料というかね。だからまあ私たちは皆さんが所属されている、まあ、教会あるいは教派の、まあ、伝統的な、まあ、福音理解というかね、教会観というか、そういうものをしっかりこう掘り耕してね、そしてこのその教会観の上に立ってこう、まあ、超教派的な交わりをねしていくという、そのいう姿勢がものすごく大事と思いますね。まあ、それが、まあまあ、一致ですね。で、まあまあ、カイパー、アルギ・カイパーなんかはですね、教理的福音理解がですね、非常に、まあ、似通っている、共通理解が非常に深ければですね、そのまあ言ったら主の御旨によればその教派の合同とかね、いうことも視野に置いていくことが大事であるというね、ことが、まあ、書いてありますね。まあ、私たちの私所属している、まあ、JC なんかはですね、スウェーデン、そのオレブロミッションのあれですけども、スウェーデンでオレブロミッションと、ね、スウェーデンのコルネス系統がもう一つとですね、3つがもう合併してるんですよね。で、この前これ、丹力先生がおられる、まあ、団体も、スウェーデンでも一緒になってるんですよ。日本では、まあ、スウェーデンのコルネス系ということでね、こう、栃木県の方に中心にあるんですけども、まあ、将来的には、まあ、こう、関係を深めてね、まあ、統合していく可能性はあるなとは思ってるんですけどね。そのためにはもう少しこうその福音理解の共通項をね、
あるいはまあ新学生なんかも、まあ、以前はよく KBI に送ってたんですけども、まあ、基本的に遠いこともあってね、最近ちょっとまああまり研修者少ないのかもしれません。どちらにしても、まあ、福音理解の共通項を広げないとね、いけないということですね。それとまあ自分たちの群れの、まあ、福音理解の共通性を、まあ、耕すとね、合併する前に自分たちの群れがこう瓦解していくようなことではいけないのでね、まあそういうことで一致というねことについて一つまあ考えていきたいと言っているんですね。それでですね、第2にですね、教会についてのまあ聖書的なイメージとね、聖書にあるイメージね、これは図書室の中に、まあ、一つ本を入れますけども、アーサー・ウェインライトね、まあ英語です、英語の本ですけども、まあ、この人の本によればですね、この人は、まあ、聖書の中にある、まあ、教会のイメージそうですね、全部リストアップして研究している本を書いているんですけど、大体教会についての、まあ、イメージを表した比喩があって、大体100以上あるというふうに、まあ、リストしているわけですね。しかし、まあ、その 100学んだことですねどうしようもないわけでね、でどのようにそれを整理するかね、聖書に聖書の中にあるね、この教会のイメージね、で、まあ、アーサー・ウェインライトはですね、まあ、全体をいろいろ見ていったらですね、暗黙のね、三位一体主義があると。だからこう三位一体論的にですね、教会もですね、この整理することができるんじゃないかということですね。でそれでまあー第一にですね、神の民。第2にキリストの体、第3に聖霊の宮、ね、まあ、こういう形で、まあ教会のイメージを、ね、整理して、まあ、あそこからですね、神様の掲示しておられるですね、教会理解というものをね、見ていったらいいんですね。で、まあ、第一の、まあ、ポイントはですね、まあ、神の民ということですけども、第二コリントの、まあ、6章16節に、私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。ね、神の民、ね、神の民としての、まあ、教会、ね。
十字架の御業を成し遂げて、そして、小説が聖霊を注がれてね、そして、まあ、この教会、ね、が生まれた、スタートしたという、まあ、そういう、まあ、形ですけども、しかし、このね、まあ、教会というのは、まあ、あの建物にあるんじゃなくてですね、クリスチャンの集まり、ね、クリスチャンの集まりですね。まあ、宗教科学なんかの言葉であれば、神の改宗としての、ね、教会、聖徒の交わりとしての教会。ね、そしての教会なんですけども、神の民ね、信仰者というのはですね、あのペンテコステからスタートしたんじゃないですね。この福音書の中にもね、ペテロがおりね、マタイがおりね、旧約ではね、ダニエルがおりね、ダビデがおり、ね、モーセがおり、ね、エリアがおり、ね、アブラハムが、ね、だからこのアブラハムから、まあ、イスラエルの民はこうスタートしているわけですけれども、まあ、血縁的なね、血縁的イスラエル、ね、肉のイスラエル、ね、しかしですね、その中にですね、この霊のイスラエルが存在していた、イスラエルの民がね、要するに、まあ、あの新約のクリスチャンたちと同じですね、この信仰の質を持つね、同じ神様を信じるね、この信仰者なんですよね。で、この、まあ、教会は、まあ、どこからスタートしたのかっていうね、これもね、いろいろ議論がある。私が、まあ、あの教室にいて、まあ、東京基礎神学校で丸山忠敬先生からね、ま、学んだ教会論史という、まあ、教会論の、まあ、展開の歴史ですね、ついての、まあ、講義なんかでは、あのエデンの園からというこういう考え方でしたけどね、要するにこう神の民を動かすね、血のついた獣の衣を着せてもらったりとかね、そういうところから、まあ、見てるわけですけども、まあ、あのいろんな議論があるにしてもですね、そちらにもあの教会としては意見がね、まあ、ペンテコステからというエリクソンなんかは考え方ですけども、神の民として考えたらね、この旧新約の一貫性が見えてくるっていうね、神の民としてね、で歴史を超え空間を超えね、地上のクリスチャンね、そして天国クリスチャン合わせて普遍的な教会ですからね、そういう意味では、まあ、あの旧新約の一貫性というものは見えてくるね、非常に、まあ、大事な視点であると思うんですね。で、第2の、まあ、ポイントとしてですね、このキリストの体なる教会ですね。
の上に聖霊が整うんですね。ではこのキリストを頭としてね、聖霊を通してこの頭なるキリスト、ね、そして神の回収としての教会、ね、でこの表現したらですね、まあ、イエス様は地上におられるときはですね、いつもこう、まあ、イエス様がガリラヤ湖に行かれたらガリラヤ湖にね、このヘブロンに行かれたらヘブロンに、ね、エルサレムに行かれたらエルサレムに、人々はついていかないといけなかったんですけども、まあ、地理的、空間的に限定されたんですね。しかしイエス様が私が去っていくと駅であると、ね、そして私が去っていく助け主が来る、ね、助け主が全ての真理に導く、ね、それはですね、この、まあ、ここでは、まあ、地上のキリスト、ね、イエス・キリストの働きはですね、この働き、ね、はですね、まあ、その周辺に限定されていた、ね、しかしこのイエス様が天井に行かれてですね、聖霊を注がれたということはね、天井のキリストを頭としてですね、聖霊を通してですね、このクリスチャンたちがですね、この相互に交わりを通して結びつけられてね、この教会というのはですね、天上のキリストの、まあ、地上的この現れがね、権限ね、であるということですね。だからこのイエス様の働きはその周辺に限定ない。しかし天上に書いてあって、すべてのイエス様を信じる人たちを通してね、キリストの働きがですね、全世界の隅々まで、ね、ユダヤ、サマリア、地の果てまでキリストの働きが届くということなんですよね。だからキリストの働きの連続性なんですよ、教会というのはね。
共同体として実存する。キリストであると。要するにですね、教会、簡単に言えば教会とはキリストなんですね。だからこのそういうふうにこう垂直的にこの教会というものをね、まず基本的に理解しないと、水平的に人間のレベルで考えるとね、ダダル先生の教会とかね、こう教会の大きい小さいとか教制がどうのとかね、絶えずそういうことに目がいってしまうというね、そういうあの視点というのは非常にこう貧困な感じですね。だからそういうこのなんか物の見方はものすごく小さくされないといけない。もちろんそれを見過ごしにはできないんですけどね、伝道して教会成長するいいことですけど、しかし何よりも教会というのはですね、このキリストのものであって、キリストの支配のもとにある。でその中でですね、この、体のように一体感を持ってね、そしてこういうベースに立ちながらですね、C.P. ワグナー、ピーター・ワグナーなんかのですね、あなたの賜物ね、あなたの賜物はですね、教会成長を助けると。ね。これは私ベルコフで言っている証明論、ね、個人救済論の中における義人成果の証明論ね、教会論においてはですね、賜物論になるんですね、キリストの体におけるね、それぞれの個性と賜物がですね、精霊によってね、開花させられていく、成熟させられていくというね、精霊の満たしも長く精霊の満たしだというね、そういうことだけなんですね。精霊の満たしというのはもっとこう、そう危機的な側面もありますけども、劇的な側面もありますけどと同時に非常にこう前進的でね、時間をかけて一人一人をこのね、パウロのエペソの要所によっては成熟に導くというね。で実際教会の江津田さんの中でもですね、要するにそういうですね、リーダー層の、ね、成熟度というか、でこう教職者層、ね、そしてそれに続く世代のリーダー層、予備軍のですね、成熟の度合いに群れの未来がかかっているというかね、いうことですね。はい、でちょうど60分ぐらいですかね。はい、そしたらもう一つ残ってます、聖霊宮のことですけども、ちょっと10分残ってましたね。